皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。なんと、安倍政権が中田敦彦氏に圧力をかけていたのかということで、なんとですね、中田敦彦さんが2012年から2014年当時にテレビに出ていたとき、帰れま10に出ていたときにですね、何気なく、この不景気の最中、豪華なご飯食べてすみませんみたいなことを言ったら、なんとですね、ディレクターから、今、テレビで不景気って言わないでくださいって言われたということで、安倍政権はあらゆるところに圧力をかけて、安倍政権がやっていることがうまくいっているんだと、不景気なんかじゃないと、アベノミクスのおかげで好景気になってるんで、決して失敗してないという洗脳をテレビに圧力をかけていたんじゃないかという、非常に面白い話があるので、解説をしていきたいというふうに思います。中田敦彦 YouTube 大学でですね、高市早苗氏と総務省文書の特集があります。で、皆さんの総務省文書でなんか騒ぎがあったのってちょっと前になんとなく知ってると思うんですけど、なんとなくまたなんか立憲民主党がなんかやらかしたのかみたいな、なんかまたなんか捏造の文書を持ち出してみたいななんか印象で終わってるじゃないですか。それを詳しく中田敦彦チャンネルがやってるんですね。で、なんかいや別に僕もどうでもいいじゃないですか。別になんか高市早苗氏がどうのこうのとか言ってるとか、立憲民主がなんかどうの、もうどっちもどっちだよなみたいな、まあなんかどうでもいいよなと思ってたので、全然興味がなかったんですけど、この中田敦彦の氏の、高市早苗氏と総務省文書の特集、やばいです。これ、全日本人が見るべきです。こんなやばいことになってたのかということで、なんとこの総務省文書というのが80ページですね、総務省のホームページで全公開されているということなんですね。で、それを中田敦彦氏が読んだと。そうしたら、赤裸々に、要は、まあ言ってみればですよ、安倍政権がテレビに圧力がかけていることが、もろ分かりの総務省の文書が残っていて、まあ、高市早苗氏はそれに巻き込まれちゃって、要は、安倍氏は、そのね、テレビに圧力かけて自分の都合のいいようなことをしようとしていて、でも、総務省の、とかは、いや、それダメですと。法律、検閲とか、こんなことするとダメですよと、現行の法律ではねっていうことで、にもかかわらず、その安倍政権の、礒崎秘書官っていうのが総務省に難癖をつけて、いや、もうなんかその気に食わないもので、まあ、気に食わないとは言ってませんけど、でも要はそういう言いがかりですよ。もう政権に不利なことがあったら、そのテレビのね、もうその放送させないようにするぞみたいな圧力をかけるのを総務省にかけて、で、総務省、いやいや、それ現行の法律は無理ですみたいな、いやいや、どれかいいから、もう借りてもいいから出せみたいな圧力をかけても全部その文書として載っていて、で、だけどまともな秘書官は、いや、これダメですよと、こんなもんやっちゃダメですよと、これ検閲じゃないですかと、法律改正の話じゃないですかと、こんなもんダメですよって言ってるのに、その無理やりテレビに圧力をかけようとした無茶苦茶なことをやっている秘書官が安倍総理に持ってったら、安倍総理も乗り気でいいじゃないか、これやろうじゃないかって言って、ただこれやろうじゃないかって言って止めた秘書官はいたんです。こんなことしたら、もうテレビとか国民もバカじゃないんですから、まともに政治が検閲をかけて表現の自由を制限して、政権のいいような、ね、気に食わない放送はさせないっていうことで、これ支持率が下がったり反発されるのやめましょうっていう意見をぶっ飛ばして、いや、安倍首相がこれやろうじゃないかって言って、で、それを、高市早苗氏に、当時総務大臣だった高市早苗氏に言わせようっていうことにして、それで高市氏が言っちゃったっていうことが、総務省の文書で全部書かれているものがダウンロードできるっていうのを中田敦彦氏が解説してるんです。ね。で、いや、まあ、だけどそれ総務省の言い分でしょみたいな、なんかでも総務省文書だって怪しいんでしょみたいなことはあるんですけど、まあ、そんな時に、そんな時にですよ、中田敦彦の最後にいいこと言うわけですよ。いやー、そういえば、そのアベノミクスが始まった時にテレビ出てたんだけど、不景気って言うなってなぜかディレクターから、なんで不景気って言うな
ね、いや別にその、株価が上がろうが、別に株を持ってない、ね、多くの庶民、一般市民にとっては、別に株価が上がろうが、給料上がってないわけじゃないですか。で、結局、その、ね、いや、不景気じゃないとか言って、結局失われた30年で、結局日本の賃金は横ばいで、だからその、内部留保とか、企業の内部留保がいっぱい溜まったとか、株がね、上がって株を持っている人が資産を増やしたってことがあっても、結局日本の一般市民の賃金は全然上がらなかったわけじゃないですか。で、成長も全然せずに、どんどん他の国に追い抜かれた。つまり、アベノミクスは失敗だったわけですよ。だけど、失敗だ、つまり不景気だって言っちゃったら失敗してるみたいに思えちゃうので、テレビで不景気って言わないでください。ダメなんですよ、不景気って。不景気って言っちゃダメなの？で、そこまで安倍政権がかなり細かいところまでそうやって圧力をかけて、要は自分たちの政権はうまくいってるんだと、決して不景気じゃないということを、そうやって洗脳しようとしていたっていうのが、要は、その、中田敦彦氏は別にそういうふうに受け取ったわけじゃなくて、当時はね、別に、なんでかなみたいな。よくわかんないけど、じゃあ言わなきゃいいんだなみたいに思っただけだけど、でも、この総務省文書の流れを見ると、実しちゃうよねと。つまり、安倍政権に気のいいような放送しかさせないと。で、安倍政権に批判的なことを言う。本当のことを言っても、それは安倍政権にとってまずかったら、言わせないと。で、そういうことを言うテレビ局は、提案するぞと、番組放送させないぞっていう圧力をかけた過程がまさに総務省文書で、まあ、その立憲民主党の方がね、ちょっとあまりにもちょっとお粗末な感じでやっちゃったから、なんとなく印象が悪いんですけど、いや、だけど、中田敦彦氏がその公開された文書を読んだら、それ総務省のホームページに全部載ってるっつって、もうダウンロードしましたけど、だからその、もう磯崎首相秘書官とかも、もう本当にアホなわけですよ。アホっていうか、だから要はもう、安倍政権に都合のいい政治体制を作ろうとして、要はそういう、もうテレビとか気に食わないと、これ全部言わせないと、不景気とか言わせないというところまで、支配下に置こうとしていたということなわけですよ。こんな恐ろしいことが、ね、起こっていたと。そうすると符合しちゃうわけです。中田敦彦氏が。なんで不景気ってテレビで言っちゃいけないのか。そういうことだったんだって。安倍政権に、時代に不景気って言ったら安倍政権を遠回しに批判してることになるから、いや、好景気ですよって言わないとダメなんだということなわけですね。というわけで、安倍氏が死んだおかげで、次々と明るめになる国民支配の闇、もう統一教会のもうカルト教団との関わりの闇とか、韓国のカルト教団とつるんでるって、もう反逆じゃないですか。国家反逆罪ですよ。で、しかもその統一教会っていうのは、その北朝鮮のミサイルに資金を提供していた過去みたいなものもあって、要は、安倍氏がやってることは統一教会の票をもらうために統一教会を擁護することによって、国民から洗脳によって金をむしり取り、その金は北朝鮮のミサイルに行ってっていう、これもう国、もう要は韓国の手下ですかっていうか、北朝鮮のに応援してるんですかみたいな、まあそういうことも明るみになりましたし、さらにはこういう、総務省に圧力をかけて、テレビに圧力をかけて、不景気とすら言っちゃいけないっていう、とんでもない検閲をしようとしていたということが、次々と明るみになっているということで、私、YouTube 大学、いろいろ見てるんですけど、総務省文書の特集、スルーしてたんですね。いや、別にそんな大したこと、なんかもう、どっちもどっちで、なんか言いかかりみたいな話でしょうと思ったら、そんなことはないので、ぜひね、YouTube 大学中田敦彦氏の総務省文書の特集見てください。概要欄にリンク貼っておきますんで、中田敦彦氏がその、天気って言っちゃいけないっていうのは、2番目の、だから前後編の後編の一番最後の方に出てきますから、そこを見ていただくだけでも面白いと思うんですけど、なるほど、そういうことかって、本当にこのとんでもない人間が、もし死ななかったら恐ろしい国になっていた。もう本当に中国とかロシアのように、政権に気に食わないやつはどんどん圧力をかけていくというとんでもない、ことになっていたけれども、まあ、こうか不幸か、こうか不幸かというか、こうではないですけれども、
まあ、要は、死んだおかげで、そういう問題が出てきて、ある程度の歯止めがかかったということで、本当に、ね、恐ろしいことをしてるんだなということを、ぜひ国民の皆様は知っていただきたいということで、中田敦彦講師の、総務省文書特集、ぜひ見てください。めちゃめちゃわかりやすいので、なんか総務省文書揉めてたなとかじゃなくて、中田敦彦氏のやつ見ると、どういう事情で、何が問題で、我々にとってどういう危険があったのかっていうのがよくわかるので、ぜひ見ていただきたいなと思います。